っておりますので、もしご質問ございましたら、教師の方にお願いします。私からの発表項目は特にありませんので、ご質問等あれば、はい。NHK の河合です、はい、2つお伺いします。すみません、ちょっと今日発表の事案でしたので、すみません、ちょっと急遽お聞きしたいと思いますけれども、先ほどですね、兵庫県として、他の県産の和牛を但馬牛と表示していた、焼肉店に対してですね、措置命令を知事名で出されているんですけれども、まず、こうした、事案が発生したことに対する知事の受け止めと、まさにブランド牛、牛のですね、このブランドが汚されるというような事案もこれまであった中で、県としてこうどう取り組んでいきたいかなと、ちょっと受け止めがありましたらお伺いしたいんですけれども。そうですね、やはり本来、但馬牛ではない、但馬牛ではないものを但馬牛と称して販売等していたということについては、大変残念な事案であるかなと思っています。やはりいろんなところでそういったブランド的な食肉も含めた偽装の問題というのは、やはりこれまでもいろいろありましたけど、そこはやっぱり再発をいかに防止していくかということが大事だと思いますし、但馬牛というものは本当に兵庫が誇るやっぱブランドの牛ですから、そこがやはり大事に血統をですね、これまで守ってこられて、それが神戸ビーフであったりとか、全国の和牛のルーツになったというのは但馬の牛ですから、そこのやっぱりルーツの大事さというものとブランド力というものをやっぱり脅かす事案というのは好ましくないというふうに思ってますので、しっかり業者さんの状況と再発をどのようにしていくかということをしっかりやっていきたいなと思っています。そういう意味では県としてもやっぱり再発防止に向けた取り組みを進めていきたいというところですかね。そこはすごく大事だと思ってます。やはり2025年の万博に向けても、この但馬の牛というものは一つのこう発信すべきポイントの一つですから、そこのコンベースというところが脅かせるようなことっていうのはやっぱりしっかり是正して、再発防止を図っていくっていうことが大事です。別件でお伺いします。兵庫フィールドパビリオンについてお伺いします。先週16日で強化募集期限を迎えていると承知しております。これまで知事のですね、大事な公約の一つとして力を入れてきたところだと思いますので、現時点で応募の件数であるとか、どのようなパビリオンが提案されてきているのか、またそれに対する知事の受け止め評価がありましたらお聞かせください。はい、フィールドパビリオン、兵庫フィールドパビリオン構想ということで、これは6月の17日から12月の16日までを、まずは強化的な募集期間として応募促進を取り組んできました。SDGs を体験するという、そういったプログラムをこれから目指していきたいなと思ってます。結構私もいろんなところ行く際に、これは面白いなと思った人にはぜひ応募してくださいとか、いろいろ個別にやってきたんですけど、現時点で最終的な応募件数の精査やってますけど、100件を超える応募は十分にあったということです。12月の27日にこのフィールドパビリオンの検討コアメンバー会議というものを開催させていただくということを予定ですので、そこで具体的な件数であったりとか、分野とか、そういったことをまた改めて発表させていただくというふうに思いますけど、割と神戸阪神間、播磨、但馬、丹波、淡路、まんべんなく応募があったように聞いてますし、多い案件としてやはり地場産業からのやっぱりこう提案ですね。日本酒であったりとか播州織であったりとか、淡路ヶ原もそうですけど、いろんなこう地場産業のところから割とチャレンジングな応募があったというふうに聞いてますので、私はやはりこの機会に地場産業、農林水産業、兵庫の魅力の大きなところですから、そこを発信していくということがこれからの兵庫の経済活性化にも大事ですので、そういったところでは多くの方々に応募いただいたというのは大変嬉しいなと思ってます。応募があったということで、大変嬉しいというところではあると思うんですけれども、これまでご指摘されてきた通りですね、やっぱり周遊するのにあたっては交通のアクセスであるとか、また周辺施設の充実ということもしていかなければいけないんじゃないかという指摘もありますが、今回のそういう応募状況を受けて、県としても改めてどういうふうに万博に向けてですね、取り組んでいきたいか、お考えを聞かせください。そうですね、
まずベースとなる100件以上の申し込みがあって、ここからよりこう、ある種面白い、なんかこうワクワクするようなコンテンツをどのようにこう磨き上げていくかということを一緒になってやっていきたいなというふうに考えています。その中で、やはりまずは一つ目が受け入れ環境ですね。これは言語もそうなんですけれども、あとはオープンファクトリーとかオープンファームということで、農場であったりとか地場産業の現場がこう受け入れたときにプレゼンテーションしやすい環境であるか、それから施設をこう案内されるときに少し安全なゴーグルとかも含めてあるかという、そういったところの支援をですね、どのようにしていくかということも一つのポイントだと思いますし、これは国の事業再構築補助金とか、県の方でもいろんな補助メニューがあるので、そういったところをうまく工夫しながら、いろんなこう見せる現場というものをどう作っていくかと、プロジェクターであったりとか、そういったところの支援もこうしっかりしていくということが1点と、それから受け入れする際にやっぱり足の問題も大事ですので、これはツアー会社と組みながら一つのバスツアーで組むのか、それとも周遊のなんていうかその JR さんのとか既存の交通体系の中でどう来ていただけるのかとか、そういったこともこれから考えていきたいなと思ってますし、何より大事なのがやっぱり県内の市長ですね。41市長がそういった時にフィールドパビリオンの中と合わせていろんなこう丹波篠山もなんか国際博をやりたいというような話も今日神戸新聞さん出てましたけど、そういったそれぞれの市長ごとにいろんなことをやっていただくっていうことも大事なので、その中で交通の問題っていうのも当然解決されてくると思いますが、そういった意味で年度内に41市長と県とでですね、協議会というものも作っていきたいなというふうに考えています。わかりました。一旦ありがとうございます。ありがとうございます。神戸市の田中です。よろしくお願いします。先日ですね、北海道のグループホームでですね、結婚や同棲望む障害者の方がですね、不妊処置を受けていたというような問題が報道されましたけれども、この問題に対する受け止めとですね、兵庫県で同様の実態がないかどうか調べるようなお気持ちがありますでしょうかというのをお聞かせください。はい。北海道で知的障害者のグループホームを運営する法人の中で結婚等を希望する場合にそういった処置に応じるということを条件としていたということですけれども、やはり当事者の権利というものがありますから、そこが結婚であったりとか、そういった条件とするということはですね、やはり今のこう権利を守っていくという流れからするとやっぱり不適切だったかなというふうに考えてます。県の方では今のところですね、各県の施設であったりとか障害者の方を相談する業務をやられている方に少し聞き取りをしましたけども、今のところはそういった事案はないということでしたし、当該法人が運営する施設っていうものもそもそもないということでした。今後具体的な実態調査をするかどうかというところですけども、まず厚生労働省としてですね、国がどのようなこう全国的な仕切り、これは北海道独自の特有の事案であるのかとか含めてですね、国がある意味実態調査どうするかも含めて検討していると思いますので、そこをこう踏まえながら対応は検討していきたいなと思っています。続けてすみません。1点政務でお伺いをいたします。はい。先週ですね、知事が神戸市内で、県政報告会を開かれたとの情報に接しております。知事がですね、就任されて1年以上経ちますけれども、その県政報告会を開かれたというのはこれまで聞いたことがありませんでした。初めてに当たるのかなと思うんですけれども、その事実確認も含めてですね、なぜこのタイミングでの開催となったのか、そういったところのちょっとお考えがあればお聞かせいただきたいんですけれども。
そうですね、政務なんであれですけど、先週かな、15日に、県政報告会、として、いわゆる、斉藤元彦と語る会ということで、神戸市内で開催をさせていただきました。これは政治資金パーティーとしての開催という形になります。斉藤知事が発足してからとしては初めての機会になりまして、これは知事に就任して1年が過ぎたということでですね、やはり自らの政治的なことも含めて、やはり発起人の方々が何人か声を上げていただいて、そういった会を開こうということになったというのがきっかけとしてあります。そこまでこう何百人何千人という規模ではなく、県内の経済界であったりとか、そういった方々を中心にお集まりいただいて、で開催をさせていただきまして、1時間程度だったということで、私から今の県政の方向性を説明させていただいて、その後歓談まではいかなかったですけど、少しお見送りをさせていただきながら約1時間程度で終わったということです。政務の話ですから、県政とはちょっと違うテーマですけど、いろんな形でいろんな方にご支援いただくというあり方を作っていくというものは、県政を安定的にやっていくという政務の面でも大事なテーマだと思ってますので、こういった形でこれからも続けていきたいなと思ってます。今回初めて開催されて、比較的小規模だったのかなと受け止めしましたけれども、来年に関してはもう少しこう大規模なですね、そういう政治資金パーティーなり県政報告会というのも予定されているというか、今のお話でいくと、講演会のですね、活動も充実させていきたいという、そういうようなところのお考えでしょうか。そうですね、まずは1回目を開催させていただいたんで、そこは本当に有志の方々含めて大変感謝したいなと思ってますけど、来年以降のあり方についてはまたこれから検討かなと思ってます。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。